はいこんにちはいやこんばんはこんばんははいこんばんゲームニュースをやっていきます RTN のお時間です皆さんこんばんは結構今日見てくれてる方いっぱいいらっしゃいますねそうですねありがとうございます、はい、ありがとうございますというわけで、えー、今日のトピックいきましょう三つ昨日発表になったメタルギアソリッドデルタスネークイーターですけれども はい、まあ声優に関する情報、そしてデルタって何ですかってみんな結構思ったと思うんですけど、そこに対する回答がえ公式に出ましたので、そちらを紹介していきたいと思います。そして2つ目、そのメタルギアソリッド・デルタが発表されたプレイステーションショーケース、昨日の朝ですね、やったやつなんですけども、ここからまあいくつかタイトルピックアップして、振り返っていきたいなと思います。はい、そして、すでにあのコメント欄でもね結構バンバン来てるんですけど、マーベルスさんが今日 なんとゲームショーケース2023というのを、ね、やってましてそちらでも、うんえー、多数のタイトル発表になったのでこちらも合わせて見ていきたいなと思いますはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますすごいっすねもう2日連続でそうですね E3 始まりました感が出てきましたうん、うん、ということで、はい、早速えっ、ー、と、まあ、声優の話題から言った方がいいんですかね3ではなくデルタとの前に声優さん、はい、まあけ結構皆さんその えー、メタルギアソリッド3スネークイーターがリメイクされてメタルギアソリッドデルタスネークイーターっていうのは今度出ると、うん、いうことになって、まあ、一つ皆さん気になるのは小島監督はどうなってるんやっていうのと声優とかはどうなるんだっていうところだと思うんですけど、うんまあ、このうち声優っていうことに関しては情報が明らかになってストーリーやキャラクターボイスについてその公式のツイッターアカウントですね、うん、全て当時のままとなっておりますと。 いうふうに、うんえー、回答が出ましてまあこれは詰まる詰まるところ、まあ、全く同じものを使ってますっていうふうに見ていいでしょうねそうですよねしないとかはしないせずに、はいはい、前のやつとまあそのリ,リマスタリングとかするかもしれないけど基本的には同じもの同じストーリーが展開されるとうんうん、うん、そ言えるのでまあそのメタルギアソリッド3自体は結構前のゲーム20年も近く前の ゲーム声優さんの方の中には亡くなっていらっしゃる方もおるので、うん、まあそこら辺もどうなるのかなってみんなね気になってた部分あると思うんですけど、まあ、過去のオリジナルのまあ音源が基本的には使われるだろうと、はい、いうことになりました、うん、あんまりねその小島監督含め反応がないのは気になるっていうところではあるということではあるんですがあ大塚さんとかってことですよね。そうですねはい,はい、はい まあとはいえナミさんも全く小島さんに話してないとかありえんのかなって思うんですけどねあり,えなありえないんじゃないかなとは思うんですけどね <laughs> 声をかけてはいそうですよねどういうふうな関わりは多分ないと思うんですけどはい、はいまあ、カロリーメイトとかどうするのかな、まあ、カロリーメイトに相談すればいいのかなこのゲームねもの物を食べれるっていうの特徴は一つでその中にカロリーメイトとかも出てきてたんですけどありましたね すするんですか、ね、まあボイス新しく追加できないってなったらそんなに自由がそもそもないと思うんですけど、うん、まあ英語版の方も実は声優、えー、ボイス一緒ですって発表はされていて、まあ、基本的に全,、はいはい、全体通してこういう方針がま貫かれてるそうですうん,うん,うん、うん、なるほどもともと発表としてはその原作を忠実にっていう態度を明確に出していたので、うん、まあ不思議ではないかなという気がしますねまあそうですねなのでまあ 変にストーリーリも追加とかは多分ないでしょうねんまあまあちょっと気になるのはコレクションはコレクションであるっていうところが結構不思議といえば不思議あなるほどコレクションって何ですかっていうとコレクションは HD1 とかを収録するまあいわゆるコレクション作品っていうタイプですねそれのボリューム1にはメタルギアソリッド123が入ってるとはいまあもちろんそのメタルギアソリッドデルタ についてはリメイクなので、まあ、スクリーンショットも出てるんですけど完全に新しい絵にはなってるんですけどねめちゃくちゃ綺麗になっててはい i g n u s でもですね早速比較動画をもう出しておりましてああ出してましたね是非ともねはい、はい、見てほしいところですねあこれあのシーンだったんかって俺やっと分かりましたけどそれみたいなあそこのシーンを出してたんで、ね、<laughs> このスクショって思いましたね 皆さんどうですか、まあ、結構反応は本当に楽しみって方もいらっしゃれば不安って方もいらっしゃるっていう印象でしたけど SNS 等を見てるとそう,そうですねどうしても不安の声が大きかった印象がありましたけど歓迎している方もいらっしゃいましたね同じぐらいはもともとねその小島監督っていうありきです あの進んできたシリーズっていうのもあるんで反発を招くのはまあファンの皆さんはそうだし真波自んも分かってたのかなとは思いますけどねうんうん、うん、そうですね結構それなりの覚悟を持って発表したんだと思いますよ真波さん本当にずっと噂しでしたけどね忠実になってその逆になんかこれ今時これはなくねみたいなないのかっていう心配もあるといえばありますけどああまあそうですゲーム見ないと分かんないなプレイ部分は確かに 手加えなくて大丈夫かみたいなところはなんか探せばありそうですよねうん,うん皆さん結構期待って言ってジョージ・ルーカスのいない「スター・ウォーズ」っていうのは言えてみようですねルーシーさん <laughs> コメントありがとうございます確かにね近いかもその,そ,、ね、その知らない人に想像してもらう場合はそれが一番近いかもしれない <laughs> うん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  もう一個だ重要なことはですねんでデルタなのという話ですね。デルタはその文字としては4番目なんですよね、えー、なんですけどいや3じゃないかと。<laughs> <laughs> デルタはんで4番目のやつなんだっていうデルタ部隊っていうのもあるんでいろいろ想像はできたんですけど、はい、これんでですかっていうのをメタルギアの公式がまあ発表していてですね。うんうんうん これまんま読みますとデルタはギリシア語のアルファベットに由来する数学変数の変化差を表す記号で構造を変えずに量を変化させる意味を持ちますつまりこういう意味を持たせてデルタっていう言葉を選んだとさっきの声優の話とかにも通じますねそうですねまあ部分的には書いてる部分はあるけどもともとの持っている味はまあそのままっていうのはまあかなり強く込められてるというそうですね いやーなんでデルタなのかって最初に聞いた時から僕も気になってたんで <laughs> なかなかないですかねこれ読み方これデルタでいいんだっけみたいなわかんないですもんねちょっとバカさ加減が出てしまいました三角みたいな <laughs> なっちゃいますからはい、うん、あえっ、ー、とコメントで堀井さんが引退したらっていう話が出てますけどまあそれはまだ,だ先の話だとは思うんですけど確かにその クリエイターと強く紐づいてるタイプは当然そういう問題が生じる可能性はあるわかりやすいのは誰ですかねまあ小島さんが一番宮本さん宮本さんのゼルダさんと丸の、はい、まあでもゼルダは今は結構青沼さんが青沼さんです、ね、今は、はいはい、まあわかりやすい例だと「ギアーズ・オブ・オー」のクリフィーだと思うんだけどあ<ー>実際に外れちゃった外れてからまただいぶ変わりましたかね実際に、はい、はい。 そこがその難しいところではありますね。宮崎さんのダークソウルとか。宮崎さんが確かにそれは大きい。想像ができないと言っても過言ではない。う、はい、んうんうん。みんないろんな例を挙げていらっしゃいます。ありがとうございます。はいはい、桜井さんのいないカービィは結構普通にやってます確かに。別にそれがだからうまくいかないって決まったわけではないんでね。うまくいない。もちろんもちろん。はい。 たぶん今多分スマブラのイメージが強いんじゃないですか。ああそうかも。はい。吉田のいない吉田さんね。あ確かに。まあいっぱいあるはあるね、うん,うんうん。まああれですね、続報開発どうなメンバーとか、その辺の声とか、そうですねもっといっぱい出てからあの、注目したいですね、その辺は。 どういう、ね、意気込みで作られてるのか <laughs> そうですねまあ一応その公式のメッセージとしては出ててただ開発チーム一同としか書いてないんですよそうなんですよね <laughs> <laughs> なのでどういう、はい、いやその一同の部分がみんな知りたいんだろうって思うんですけどまあもちろん、ね、確認はしてるんですけどまだ回答なくてですねうんまあこれからシリーズを盛り上げていく、まあ、コナ波さんゲームに どんどん力を入れていくって感じなんですかね。まあ確かに IP としては、なかなか持っといて、うん、ただ持っているのは持ち腐れたなって感じはまあ当然あるでしょうし。いやー、本当そうですよ。うん。ダ、うん、ルギア3の最後のイメージ、うん、僕、パチスローですもん。はははは。まあそうですね。パチスロー結構話題になりましたか、当時、うん、話題になってましたよね。<laughs> ということで、えー、皆さん、コメント見ていきましょう。うん、はい。 えそうですね。うん、エンジンね。うん、えっとテ、テストステロン大板さんありがとうございます。フォックスエンジン使ってるのかなまあ、多分使ってないでしょうね。で、なぜかっていうと、フォックスエンジンって、ウィーレイがその後使ってたんですけど、ウィーレイは、はい、ま今、E フットボールですね。 うん、もう FOX エンジン使わなくなってるはずなんで、おそらく FOX エンジンって今もう使ってないのではないかなと思うんですよね。なるほど。まあなんか画像の質感からすると、どっちかっていうアンリアル系にも見えますもんね。確かにこれアンリアルっぽさありますね。うん、まああくまで雰囲気でしか言ってないですけど。雰囲,雰囲気ですけど。はい。おそらく FOX エンジンではないのではないかなと思いますうん、うん ああ焼き鳥さんは他の作品もリメイクするんだろうかというコメントでした、ね。いきなり3ってつけなかったのはそういう意図あるかなってなんか僕は邪推してしまったんですけど,あなるほどいきなり3とかや,やると、はい、次出しづらいとこはありませんなるほどなるほど、まあ。サイレントヒルは実際そういうふうになってるじゃないですか。今そういう。 の判断ななのかなっていう気はしたんですよね、まあ、メタルギアソリッド3のリメイクって結構前から噂はあるんですけどそうは言ってもはい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 なんか影響ありそうだなっていう、まあ、3から始めるのは作品の時系列順には正しいというか,か、ね、一番最初なので,なでやりやすいと思いますよね確かにそう考えるとイ RE シリーズみたいに少し,しくはあるうんうんうんじゃあこの後どんどん デルタの続きを出してほしいですよねこうなったら1と2も、うん、2> 4までやるのかな <laughs> まあその「マスターコレクション」っていう先ほど言ったコレクション作品もあるんではい、はい、そっちがどういう収録になるのか特にはい、はい、特に4ですよね<う>閉じ込められているそうなんですよね 4, 4をどうするんだろうっていうナンバリングながらね動けない、まあ、ピースウォーカーとかも確かにね上がってますけどうん そんなところですか。はい。これぐらいにして次の話題に移りたいと思います。はい。ライジングリメイク頼む。なるほど。いまあ、いっぱいあるんだよね。そう考えてでけど。ダ <laughs> ンバリングだけでも 5, 5個はあるわけだし。それでうんう,んうん、うん。では次いきましょう、えー。プレイステーションショーケース。はい、皆さん、昨日チェックしましたかね。増してない方もまだいらっしゃると思うんですけど。うん、で、もろもろゲーム、たくさん発表されまして。 1>, うんまあ、1時間っていうだけあってねいっぱい発表されましてりました、ね、それの中で、まあ、特に興味持ったものを振り返っていこうかなと思うんですけど実際その野口さんとかどこら辺が興味ありました今回の発表で 3> 僕3つか4つぐらいあるんですけどドグマ2が最初には気になりましたねドラゴンズドグマ2ついにトレーラーが出て「おおファーストトレーラー出たで」結構ゲームプレイも収録されてる内容だったので、ね、映像としては。 結構見せてくれたなという印象はあったんですけど、うん、あのただか,らなんか思ったよりそのまんまだなっていうのは率直な感想でしたね。あ、なるほど。まあ変わってないというか正当続編としてあの大きな変化は特にファーストトレーダーの中ではあんまり見受けられなかったので<ー>これからの続報に期待かなって感じですね、うん、はい。 まあ僕は前作をですねインストールしては放置のパターンを結構繰り返して結局やらなかったんで、うん、いや序盤だけしかやってないんで <laughs> はい、はい、あんま分かんなかったでもエルレンリングのトレーナーの時もう,ん、こうなんかローンチ段階とかほ、うんまあ、いつもと割かし同じじゃないみたいな雰囲気結構あった確かに確かにそう考えると実際どうなっているか開けてみないと分からないんじゃないかっていうあそうなんですよねもう映像で多分一番新しいのはその重人っていうんですかね あのラのアジン系のキャラ。はい、アジン系、はい、が初めてシリーズで登場するっていうところですかね。うん、今回ね、特に基本全体、そのプレイテー,ースショーゲース全体がそうなんですけど、説明なくトレーラーダッシュ見てもらうっていう路線が強かったんで、うんまあ、スパイダーマンがかなり生尺だったことを除けばですかね。そうでしたね。はい、なんでそのドグマどうなってんのか、カプコンさん。 アコンさんね来月40周年かな控えてるんであそうなんですねはいその40周年のサイト作りますよとかも発表してるんで、うん、はい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 この頃に合わせてやるのかそれともどっかの、うん、なんですかまあ XBOX なりプレイステーションはもう一回やるってこと多分ないですよね可能性が低いと思うんですよ低いと思いますねどっかに出るのか単独でやるのか分かんないですけど発表があるんじゃないかと がしますよあゲームズコンまで引っ張る可能性も,もちろんあるそうですねこちらに関しては発売できとうばアナウンスしてないのでうん全然、ね、引っ張れるような状態ではありますよね、うん、まあでももう動画見る段階まで来たんでねそんなに多くないんじゃないかなっていう、うん、カプコンさんのその発表とリリースペースを考えるとそうですね12年ぐらいにでそうですで、ね コメントでプラグマタ君っていうのが来てますけど <laughs> <や>。はい<も>、本当に。プラグマタかに気になるところではあります。プラグマタ君は今年ですからね、予定としては。<laughs> 今年ですか、予定。<laughs> はい。ああ。まあ今後他どうですか、はい、タイトル。プラ,プラグマタ、ドグマ2以外に。ああ、そうですね。はい、えっと、アランウェイク2はかなり気になりましたよ。アランついに起きちゃったんですね。アランが起きて、ようやく、えー。 結構たっぷり映像を見せてくれて、まあ、それと同時に公式サイトもいろいろ載っていて説明が、まあ、最高スリラー続編ですね初代作結構好きだったので嬉しかったですねうん、まあ、あの FBI 捜査官も加わってねどういうノリになってるのかな想像が結構難しいなんか前作の13年後の世界らしいですねあそうなんですね で、アランはアランでまたなんか小説等を書いてるみたいであ,あのおなじみの町にいるらしいですけど,あ,どあの町にいるのかあの町でやめた方がいいと思うよまだ多分捕らえてるみたいな感じはしましたねで2人目の主人公がダブル主人公として捜査官が加わってっていう形ですよねはい、はい、そういう感じまあ こう立ちましたもんね360世代ですからこのゲームがそういう意味ではかなり久しぶりなんかちょいちょいその「そうそう出るんすかね」みたいな雰囲気がありつつありましたありましたあり,ありつついろいろあってコントロールが出てようやくアラークツ2にたどり着いたんでそうそうコントロールの中でアラークツ2を示唆してましたからねそうそうまあ結構求める声もねいっぱいあるわけですけどまあいよいようん、うん、お発売日も決まっちゃってああそうでしたね 10月日本の機会もどうやらあるそうで。あ,あそうなんですよ。この機会でも同じ感じでできるのかな、気になるところですね。あ,あそうですね。初代と同じ感じで。かなり、ね、かなりめましたいアランイクの初代のうん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 。うんうん、千葉さんは気になったタイトルいかがですか私はですね、タイトルとしては、あの、なんだっけ、ティアダウンが一番ティアダウン、はいはいはい。 重機なんかの大さ。ボクセルのやつですね。はいはい。ま、まあ、あの、街とかを、なんか結構簡単、なん,なんていうんですかね、ボクセルだからマイクラっていうのが一番分かりやすいんですかね。マイクラよりはずっと、あの、細かいんですけど、ボクセル。うん。ボクセルで構成された街に物を盗みに行って、まあ、壁とかバンバン壊しちゃうようなゲームですね。すっげえ壊されるんですよ、まあ。物理演算がその発売前から話題になってたゲームですね。うんうんうん。破壊表現がかなり。そう,そう、すごい。 すすごいですよねこの作品はなんか PC から出てくるとは僕は思ってなかったんでもともと発表されてたのかな分かんないですけどまあそこそこねあの物理演算使うから重い面はあるんで、うん、意外でしたね PS5 ともなればできちゃう、まあ、確かに PC ゲームっぽいですもんねかなりそうですね、うん、まあかなり自由にあの壊,せ壊してやりたい放題できるゲームではあるんでそはい,はいはい。っていうのがありますねあとと全体としてはあのショーケースの 自あの序盤最初にフェアゲームズっていうヘイブンヘイブン、えー、旧ヘイブンエンターテイメントスタジオゲヘイブンスタジオ、うん、あのジェイド・レイモンドがね関わってるスタジオですけども、はい、のゲームが来てこれはソニーさんに、まあえー、と買収されたんで、うんまあ、ソニーのタイトル1個出てきたとその後結構、まあ、ヘルライバーズアベムの騎士団とか行ってゴーストランナー2入ったあたりからインディーに舵を切って あこれインテリのやつ結構いっぱい序盤から出してくるんだなと思ってこれどのくらいこの感じでいくんだろうと思ったらメタルギア、うん、が来て FF アランウェイクとかって大きいのがバンバン出てきてそこは結構なんかびっくりしましたね、はい、なんかこの構成がいいのか悪いかはちょっとよく分かる難しいのはなんかそのニンテンドーダイレクトとかと違ってナビゲート成分は結構薄めだったから、うん、そこはなんか見てる人としては なかなかやきもきする部分もありつつ期待する部分もあるっていう感じではありましたねでその後 VR バイオを挟んでバイオの VR 版を挟んで VR に行くっていうでさらにバンジーさんの新作マラソンが来てマラソン <laughs> マラソンマラソンと思って俺もも,もちろんバンジーというのはマラソンって知ってるは知ってるやったことないですからねもうマラソン僕もないですね、はい、やったことないんでびっくりしちゃってうんで最後にハードが パーードとスパイダーまで締めるっていうちょっとびっくりしましたね構成自体にまあ確かに言われてみればだいぶあまり例がないような流れですねそうそう結構最初その演路線で、ね、こ,この感じでずっと行くのかなっていう不安もあったりして結構プラットフォーマーさんの発表だと「FF <laughs> もあるんですよね」とか「うん、よく分かんないけどあそこのメーカーの新作ある,あるんだよな」って勝手に期待してたんで <laughs>。 はいはいはい。まあそこの驚きとありましたね。リリングがついに発売、うん、発表というのもあって。そうでしたね。はい。ここら辺がね、一番気になったところですね。うん、うん。充実した発表だったと思いますけど。いや、ラインナップはかなり多かったですし、大きいタイトルもかなり揃えてましたからね。そうですよね。うん、うん まあちゃんとえ来月発売の F16、スソリッドファイター6なんかもちゃんと入っていて、はいはいはい。あんまりその、新情報を追ってない人でも見やすい内容だったのかなっていうふうに思いますね。直近の期待ともう少し遠めのレンジの期待を持たせる。VR、そうですね。VR だけかな、ちょっとどうなってくるんだろうっていう気がしたのは。 あそこはまだ不透明な感じありましたねそうですねそこまでこのタイミングで力を入れないとは思うんですけど発表にというのは思いましたねそんなところですねまあ確かに全体的にそんな遠くない作品を発表してる感じは感じられましたねはい、うん、コメントを見ていきましょう皆さん結構キャットクエストのタイミングだけおかしいだろうキャットクエスト結構序盤にあってね あフォームスターズは話題になったゲームの一つですね。そう考えると今回。フォー,ームスターズ、はい、机に参加出るマルチシューター。マルチシューター。はい、なんかあわあわしていて気になる。スプラットゥーンっぽい。スプラットゥーンっぽいやつですよね。はい。かなり独自性どうやって出してくるのかは気になりますね。結構その、もこもこしてましたね、フィールドが。い、うん、気になる。 なんか泡で,地形泡で地形作れるんだったら結構なんかマップを自分で戦略通りいくように構築していけるみたいなっだったら結構面白そうだなと思いますけど、うん、みんないろんなのあでアストロボット2あるかと思ったけどなるほど遊びさん遊び中。 確かになかったですね。ソニーさんのタイトル意外と大きいのは少なかったかな。そう考えると、ね。ライブサービス系、まあ、フェアゲームズと,、えー、と<ー>マラソンとかあったんですけど、結構、まあ、気になってたのは、えー、ノーティードック次どうなるんですか、うん、と。ラスアスのノーティードック。サンタモニカはちょっと気が早いと思うの、まあ、です、ね、ホライゾンのもマルチプレイ等の噂あるからどうなるんですかとかあったんで、まあ、そこら辺ですよね。 サッカーパンチは新作なくて悲しい、ね、なるほど大島のサッカーンチその辺りは期待されてる方多かったですよねやっぱり、うん、まあ来年以降なんですかねんそんなにそのきちきちに進めなくてもっていうことなのかもしれないはいはいはいまあこうやって見るとサードがかなり充実しているのでそうですねとりあえずは大丈夫そうな予感はしますけどねでは次の技いきましょうでもう一つその、はい 翌日に行われた、まあ、今朝ですね行われたマーベラスゲームショーケース2023、うんはい、こちらもいろいろ出ましてこれはかなりその、うん、事前にですねそもそも告知が行われててこのショーケースやりますよとでセールタイトルとして「牧場物語」はいえー「ルームファクトリー」「デモンエクスマキナと」とこのラインナップだったんですよで、まあ、そう考えると別にこの3タイトルだけである必要はないからセール自体普通に考えたらね この3個のランクが来るんでしょうっていう、うん、まあ予測は要因に立つしそういうティーズだったわけですけど、うん、まあ実際蓋を開けたらそれらが発表されたと一番びっくりしたのはデモ・エクスマキさん続編かな個人的にはああなるほどはははいはい、はい今回はティーズレベルでねままそうですね。一番最後に最初の方に「はてなはてな」みたいな扱いで紹介されて最後に「 やってますとそうでしたね。でサイオン詳しい情報は逆に言うと何もないこれこれとプロデューサーの名前くらいしかないっていう状態なんですけどねあそうですね発売時期やハードは分かってないですね皆さんコメントしてらっしゃいますけどね「アーマードコア6」も今年は控えてるわけでそう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 ですねはいロボットのゲームはそんなに出ちゃうんですか <laughs> たまたまでしょうけど <laughs>、ま、アーマードコア出ること自体が驚きではあるんですけど ついにあまどこが出る世界線にたどり着いてしまったんですね。面白いですね本家とこう分家みたいな。文家みたいな。分家,分家じゃないんで <laughs> いうか <laughs> 別のゲームなんですけど。っていう。まあ牧場物語ルームファクトリーともにね新作発表されて両方ともやっぱりあの新作待ってた方が多いみたいで。 すごく反応もねなんかいっぱいあるっぽかったですねまあ一応びっくりしたの、ね、マーベラスさんコメント欄開放してんだっていうのが個人的にはびっくりしました確かに珍しいですねかなり日本のねゲームメーカーの YouTube 閉じてる場合が多いので、うん、多いですねとても結構驚きましたね、まあ嬉しそうな声いっぱい届いてて今出てる「竜の国」が私一番気になりましたね、うん、ルームファクトリー竜の国ああはいはいはいげん原神っぽい ってちょっと思いましたけど確かにテイストは似てますねパッと見のキャラのなんか刀身とか全裸っぽかったってコメントなんですねまあ和風の世界でルンファクルンファクトリーの、まあ、東西って発表しましたね東、はい、が龍の国西が66の方は実質6っていう情報がほぼないあたですねはいですけど僕はルンファクは全然やってなかったんですけど はい、今回のこのハクやってなかった理由はあまりそのイラストのテイストがあんまり合わなかったんですよ、ね、あ<ー>可愛らしい感じがはいでも今回のこの竜の国に関して言えば結構もうシュッとしたような大人びた、はい、キャラに見,いい見えるのでこっちあったらいけそうだなみたいな雰囲気はちょっと感じ取りましたね。まあ結構うまい なんか住み分けっていうか、うん、まあ、旧来のファンはいわゆる正統続編って発表になりまけど、マシックスに興味持っていただいて、まあ、新しい層を切り開く竜の国って感じなのかなっていう印象を受けましたねうん、うん。そうですね。ディレクターはね、前原さん。まあ、そういとかに関わってた方ですね。うんうんうん。 いやー、なんで気になる。僕はね、ルンファク、結構コメントとかでもね、進められること多くて <laughs>。あ、そうだった、ね。我々の配信の、配信のはい、はい、するコメントで、千葉さん多分向いてるんでやれっていう、出会えてたんで、今度こそデビューチャンスな気がしますね、言うの国。で、さらに、えー、マーベラスさん、この中で、詳しく分かんないやつ、まだ発表されてて、プロジェクトマギアとライフイズ RPG っていう日本、はい、 がはいはいまあマニアの方は、えー、と漫画家の真島宏さんが、えーとうん、キャラクターデザインをしているゲームはい、まあ、ほぼ異常っていう、ね、<laughs> そうですね AI 開発中って、まあ、出てますけどでライフ e i RPG の方もそのコンセプトアートみたいなの出てるんですけど、まあ、RPG っていうのはわかるけどねもちろんタイトルもあるし AI 開発中とそうですね 結構こっちは早めに発表してるんだっていう感じを受けましたねそうですねかなり対照的でしたね、うんまあ、RPG 力入れていきたいって気持ちはすごいあるのかなでも連クもだって日本もあるわけだし、まあ、連邦網を RPG って言っていいのか分かんないですけどう <laughs> こうやって見ると RPG ばかりですもんね基本的にはねうん牧場物語も一応 RPG の系譜なのかなはい まあすごく広く見ればかな。ヒロミも仕事は早いな仕事は早いことでおなじみですからね。そうですね。<laughs> ね <laughs> まあすごい盛りだくさん意外だったのは神楽的なものなんか神楽的なものって何だって話なんですけどお色気系というか <laughs> ち,ょちょっと意外でしたね。<laughs> はいはいはい。そうです、ね、この辺の声がありましたね出てないないっていう。 背中はい,い,いう <laughs> あそういう声が、はいまあ、発表全体をこちらを見た方がかなり任天堂ダイレクトを意識してるかなっていう、まあ、こっちはナビゲート結構強くある方でそうでしたねこういう意図でやってます、うん、こ,こんなことあの天の声がいてこんなことありますよねって質問して返すみたいなりとりもあってはいはいまあ意図等は見やすい番組だったかなって個人的には感じましたねただ平氏今井がですねあのなんだっけ わがままガールズファッションモードは元のやつで、はい、えー、今回のファッションドリーマーかはい、ファッションドリーマーですね。ファッションドリーマーは女性の社員を出してほしかったっていうふうに言ってましたね。あ<ー> <laughs> 結構えらい、ね、偉い男性社員が出ている感じがあったから、なるほどそれはちょっと言ってましたね。ゲーム自員に興味ももちろんあるようで、開発同じっていうのもあってね。うううんうんうん、うん、<laughs> 言ってましたね。はい いやでもすごいですね、マーベラスさん。30分もやってましたから、結構丁寧な説明ですごい見やすいなって僕は思いましたね。いや、そうですね。特にファンの人は嬉しいんじゃないですか。なんか,なんかその細かいさ、あそこはどうなってんのかなとかも多分あるとは思うんですよね。うーん。なんか印象的だったのは、ルンファクの主人公っていつも記憶喪失喪失ですよねっていう質問を番組内でしていて、あ言ってましたね。そうなんだ、そうなんだと思って、<laughs> そこらへんがいいし。 印象的でした、ね、なんでそのファンの方のまあツボとかは抑えているのではないかなという印象を受けました、うん、僕はファンじゃないので正直はい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 ですけど実際に丁寧な作りっていう印象を受けましたうん牧場物語のマルチプレイの方もファンの声を聞いて作っているということだったので、はい、かなりそこはファンを結構第一位ぐらいに考えて作ってるなっていうのは感じましたね、うん、まあ結構そういうい まあその先ほど申し上げた YouTube のコメント欄とか含めて、はい、なんか全体としてはそういうコミュニティ重視の方向に舵を切るのかもしれないですね。今、海外のゲームとかだったらレジットでコント,コントロールって言ったらあれですけど、まあ、コミュニティを醸成するっていうのは当たり前にやってるわけですけど、はい、そういう方向をより重視していきたいっていうのはマーベラスさんの中にはもしかしたらあるのかも。これまでもやってるとは思うんですけどね、全くやってないわけじゃなくて。というふうに思いました。 皆さんのコメントを見ていきましょうはいさくな姫はっていうコメントがありますねさくな姫ね早いじゃないですか期待する。とまだ早いさくな姫自体がめちゃくちゃ変わってますからね <laughs> 結構変わってますんで <laughs> マーベラスさんでっていう話になってからも そ、うん、こ,こそこ時間かかってるはずなんでそうですよね確かはいはいまだかかるんじゃないですかね、うん、でも桜姫やっぱ期待してる声はあるなうん直近の僕ものルンファクの評価がいまいちだったからな、まあ、確かにね、うん、そうだったんですよね 僕は牧場物語で初めてデビューしたんですけどこの間はいはいこの,この間って言ってももう結構経ってますけどあまり芳しくはなくてですねバグというかありましたよねコメントでも,トでも今回デビューしてしまったかみたいなふうに言われてしまってますちょっと悲しい思いをしたんでただルンファク向いてるってその時確かねコメントいただいたんですそもそもそも,そもはいはいはいなんでルンファク龍の国楽しみにしてます スイッチ切るのかなでも X マキナどうですかね確かにプラットフォーム分かんないですもんね。分かんないですね。出しそうな気もしますが、出しますかね。うん。発売時期は分かんないからな、スイッチの新しいやつ、ああ<ー>。と時期にかぶってくる可能性もしかしたらあるのかもしれない。はいはいはい、確かに。おぼろ村正はね、ツイッター上でも見ましたよ、コメントね。 マサぼぼやりとやりですっていうああれ、えっと、マーベラスやりで,すでしたか、ね、そうか見ましたねうんやりたいな確かにバニラブヤさんの作品ですからね今はもう原稿騎士じで,できないですかできないかえーっと確かできないはずビータが最後かな 多いな、だいぶそれは。いや、遠いですよね。遠い <laughs> か出たのかな,な出てない気がする。まあ今コメント曲がってるぐらいで出てない。や、<laughs> やっぱビータは遠いのよ。<laughs> ビータはちょっとはず遠いでしょうよ。遠いっすね。そうだよね。うん、ビータ最後ですよね。みんなビータ最後って言います。ビータかーー。そのあたりのタイトル確かに放のこ、そうか、残ってるな。まあ、かぐも、 なんか新作出すの難しくてもなんかコレクションじゃないですけどリマスターかぐらってことですかリマスターとか需要あるのかもしれないですねなんかコメント見てるとわはさんのコメントを見ますライザの影響を感じるこれはルンファクのことを言ってるのかなうん。大丈夫あるのかななるほどはいはい まあ共に影響を受けて受け合ってっていう側面は全ゲーム業界全体にはあるとは思うんですけどね。うんうん,うんうん。そんなところかな。ロボゲーの話もいくつか出てますけど。はい。はい。というわけで今日はね、これぐらいにしたいと思います。はい。5時間過ぎちゃった。本当だえっと、今日の。 夜は特に配信は予定してないそうです我々この後に配信したりしてるんですけどもないそうですはい今日はございませんまた次の機会をねチェックしてもらえればと思います、はいえー、この番組 RTN は毎週水曜金曜にね18時からやってますんで、うん、また来週の水曜日にお会いしたいと思いますはいそれでは皆さん楽しいゲームライフをさよならさよなら